いい加減のテレビをご覧の皆さん、どうも。ブースティックラクションのボーカルギターの鈴木です。北山井川です。いや今日は海の日に収録しています。おーおー、あれ、本当さっきリハの休み時間の時さ、はい、山田さんが国販の話をしてたでしょ。はい、赤飯じゃなくて国飯、うん、お葬式の時とかに食べる赤飯みたいなやつだけど、うんうん、赤くないの、うんね、おめでたい時じゃない、ね、悲しい時に食べる国飯の話して、あれなんか北海道だけっていう説もあって、うん、それの流れでべこ餅の話もしたでしょ。したべこ餅も割と北海道だけみたいな、うん、べこ餅ってあるね、それそのに、うん、各々調べてもらうしかないけどね。そのべこ餅っていうのは俺小学校の高学年から中学校ぐらいまでに、夏休みになったら毎年苫前っていうところの海のところに遊びによく行ってたよね、毎年ね、親戚のところに。そこ行くと毎年べこ餅を出してくる。だから俺の中ではべこ餅って夏の食べ物って言うんですけど、ちなみにその苫前っていうのは羽幌の横なんですよ、うん、だからちっちゃい頃山田さんと会ってたから、あほら一周した。あ何が一周した。山田さんが話したべこ餅の話でこう、もう羽幌があなんか夏といえばカニ刺されてるでしょ。今日はね、かゆいんだけど。思わないかもしれないけど、外で撮ってます。外ロケです。夏好き好きになった。去年さ、みんなで川行った、あきる野市に行った。あきる野市、あきる野市がいいって言って、あきる野市のなんかキャンプ場みたいなところに行ったね。山田さんプレゼンツね。そう、今年は海に行きたい。今年も川なんじゃない、あきる野市行くんじゃない。なんか場所変えてもいいからもねみたいな話はしてたんだけど、うん、でもバーベキューがしたいね、やっぱり。なんて言ったって、あんまり暑すぎるとやっぱでもきついよね。きつい、真っ黒焦げだったもんね、わかる。去年ね、体腫れてたしょ。カナイさんって赤くなっておしまいじゃなかった？腫れてた。腫れてたよ。なんかややしばらく手なんか倍っていうか、なんか。なってたね。なってた。やっぱ年取るとそういうのも忘れちゃうから、また繰り返すんだよ。そうね。そんな繰り返してばっかりのブージークラクション。今後は。急に言う。今後はあれだ、だからインスタでまた、名古屋と大阪にお邪魔します、うん、そうです。その日はお昼が大阪で夜が名古屋なんだよね。うん、京子とかね。そうだね、そう。名古屋からもう名古屋出てる。ちょっと内様みたいだね。そうだね、原因をあげてもらわない、原因を青木さんに原因をあげてもらわない。インストア行きます。インストアの特典がこのポスターだね。同じ格好しちゃった。あーそうだね。そうで、8月は、うん、新宿レッドクロスでライブがあります。うん、まあ夏は忙しいよ本当に。そうだね、まあ楽しいことがいっぱいある、忙しいっていうか、うん、がいいな。やっぱアウトドアしてライブして、うん、家で曲も書いてる。ところでオタク、エアコン壊れたそうで。はい。どうなんだろう。今連休中なんで直せない。ああまあまあ連休終わったら電話します。ああそう、直してください、僕のエアコンにて。もしくは打ってください、僕新しいやつ。新しい。まあでもよかったね、本意気で暑くなる前で。まあね、うん、もう暑いけどね十分。まあね、もうみんな熱中症とか夏バテとか、うん、気
気をつけてお互い楽しい夏を過ごしましょう。次会うときは真っ黒かもよ。んなことねえか。どうでもいいや。なんかかゆい本当に。そうそうそう、ね、じゃあまた良い夏休みを。